じゃあ今日はね、僕の休日の過ごし方行きましょう。はい、行きましょう。とりあえず今日は今からお腹空いたんで12時まだ1時、これから焼肉屋さん行きたいと思います。前菜どうすか、中野さん。これは素晴らしいです。うまそう。もみじのなんちゃらしか覚えてない。まあ、まず前菜食べたんで、僕の大好きなユッキーが来ました。コースとは別に頼んだから、これを一口で食べます。一口で。いきます。大きいお口でいきますよ。はい、一口でいきます。一口でいきますよ。一口でいきます。うん、まあまあ。それうまい。まあまあ、これうまい。うまい。なんでしょう。じゃあタンが来たんで、僕の大好きなタンをヤマトの分と僕の分で焼いていきます。やっぱ焼肉って言ったらタンじゃね。うん、これ焼肉タン、カルビ、ハラミ。なんか、ユッケも好きなのね。うん、てか、簡単ね、俺は。俺、仙台行った時にさ、はい、あの、厚切りタンが買うの。それでね、衝撃的な味をね、知ったの。もう厚切りタンはもう、仙台の中美味しすぎて。それ何牛ですか？これはね、その、仙台の。仙台牛。知らん時の顔。惜しいな、何でもいいよ。うん、だから結局胃に入れば何でも一緒。そう、オールグッド。よし、タンはね、焼きすぎたらダメだからね。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、岩塩忘れた。岩塩自分で作って。自分で。そうそう、よいしょ。優しい先輩。よし、食べていこう。はい、これね、俺が食レポするわ。じゃあわさびをちょっとね、乗せる。乗せます。で、ちょっとだけ岩塩売ってるんで、できます。うまい、うまい、うまい、うまい。これは どこの肉ですか？ここまで。これうまくなかった？ってことで、ってことで、これうまかったよな。うん、ロース、ロース、マルシン、うちもも、で、トモさん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 、トモヒロ、トモヒロと、カツオカです。そのまんまです。そのまんま。これめっちゃブニブニする。これなんか、これ一周、これ先焼くか。うん、すげえ、めっちゃ長かった。長っ。めっちゃ長い。ミミズみたい。カツオか。カツオか。これあの油飛ぶらしいから、そうですね。でもだいぶ腹いっぱいになったっしょ。うん、やっぱコース料理で、美味しいところのコース料理ってやっぱいいやん。なんかもういろんなもん食べれるし。そうそうそう。で、なんか最後デザート来るし。うん、それが一番楽しみ、俺は。肉じゃねえ。デザート。デザート食べて、もう、はい、美味しかったですってなる。結局、何食べてもいいよ、途中は。最後、デザートで締めれば。だから、これは、油とぼるので、二度言います。美味しいかな。美味しいでしょ、これは。なんか、油も強くて。いっぱいいるか。うわ、いっぱいいる。ガトーが噴火してる。大型っす。あ、ゼニ型。一本。ドゥルルルドゥン。俺マジこれやっちゃうの。でもさ、おしぼりでさ、おしぼりってなんかこれ
本当は本当のあれおしぼりはあれ一回拭いたら、うん、もう置いとくだけだし、もうこういうのに使っちゃダメだし、例えばこうやってさ口をこうやって拭くとか、うん、手汚れたりとかしてこうやってするのもマナー違反じゃないけどあんまりよろしくないし、おしぼりは最初の清めるらしいってことで、はい、僕の一番楽しみにしてたデザートでーす。桃のソフトクリーム、これを最後締めて、じゃあ次はこれ食べたら次どこ行くか、時間的に3時でしょ、まあ、とりあえずちょっと買い物見たいものがあるから久世大通り、久世大通りの、うん、そっちの方に行って、まあ歩きながらもうちょっと腹減ってたら先にカフェ行ったりとか、まあ、先に買い物行くか、それはまた決めよう。で、その後また焼肉、いや、この同じコース、うん、あのソーセージもしっかり頼んで、そう、カツオカをしっかり頼んで、プシューカツオカ、どうですか、お味は。うまい、すごいシャーベット風、へー、うん、あったかいもん食った後だから抜けないよ。よっしゃ、よっしゃ、焼肉食べたんで美味しかったですね。美味しかったな、うん、で、今ちょうど久世大通りパークに来たんで、うん、ちょっとカフェるか、カフェにましょう、めっちゃあるからね。でもなんかもうすぐなんか小川も来るらしいんで、小川と合流してカフェかなんか行こうかな、はい、かっこいいと思って、あ、ちょっと待って、待って、グロい、無理だ、やべえ。スマホ買えば、持ってんだからこうやってやればいいじゃん。ゴールド壊れてる、買えばいいじゃん。みんなさ、これ撮るとき GoPro じゃない、うん、こっちは乱暴してるし、よっしゃ、よっしゃ、もうすぐ買い物のところ着くんで、喋りなすぎでしょ。 1LDK 着きました。 1LDK、 俺がよく行ってるところ、どうぞ。着きました。じゃあ欲しいものを買いました。でもね、ちょっとサイズ、そう、上下で買おうとしたんで、うん、下のサイズあったけど上のサイズなかったんで、ちょっと次は上のサイズあるところに行きましょう。次レッツゴー、レッツゴー。でも一回挟む、どうする、4時、トモさんどうしますか、ちょっと挟む、カフェとか行く、チルルチルルチルルル、エモルエモルエモル、ワンエル、ワンエル行け、行く？どっちでもいいっすよ。じゃあちょっとこう歩きながらいいのあったら行こうか。チルりましょう。チルりましょう。はい。次の店はここ。キーキー。ここもね結構よく来るから。ちょっとここで、ね、次はジャケット買っていきます。ジャケット。行っちゃいましょう。ジャケット。さっき言ったピンク、ジャケットサイズまたなくて。買うのできなかったんで、ちょっとカフェでゆっくりしてたらコーヒー飲んじゃって、でさっきプロスキのガチャやったんで、すごいワクワクしたよね、みんなワクワクした、王さん呼んできました、王さん出たね、またその動画ねどっかで上がると思うから、まあ、俺のチャンネルじゃないかもしれないけど、その時はまた言うわ。ってことで今日はもう
今日何だっけ、何の一日だったっけ、休日の一日か、俺の休日の一日、そうってことで、ここで終わりたいと思います。じゃあまた、